Tchau, não. Thank you. はい、どうもです。本日引いていくのがこちら、チャンネル当たりくじ、ハンギョドン当たりくじ。はい、というわけで今回は2024年一発目のサンリオ当たりくじ、ハンギョドンの当たりくじ引いていきたいと思います。まあ、くじ自体はね、今年2発目ですね。一発目はしっかりね、初詣でおみくじ引いてきました。はい、第7番、ラッキーセブン。そして、尽くすという文字が書いてあって、大吉。夢に向かい、ありったけの力でベストを尽くそう。がむしゃらに努力すれば、光が見えてくると。できるからやるのではない。やるからできるのだ。なんかこれ漫画で出てくるよな、こういうセリフ。そして各運勢が載ってるんですけども、金運のところにね、後悔する買い物が多いとかね、書かれてるんですよ。いやもう1月からね、もう今年は超散財してるんで、なんとなく自覚あります。で、あと恋愛のところは、外出先で出会いあり。直感に従い、迷わず行動しよう。まあね、僕は、インドア派なんで、あんまりね、外出しないんですよね。まあなんか全体見た感じね、大吉だけど、なんかめっちゃいいって感じではない、なんか自分次第です的なね、感じでした。まあこれが今年のくじ運、どう影響してくるのかね、楽しみです。はい、といった感じで、一発目のくじは大吉で、とてもいい傾向が出ている。そんな中引いてくハンギョドンの当たりくじ、今回はハンギョドンのユニークなフォルムを生かしたアイテムを揃えているよ、発売をお楽しみにということで、まあ、やっぱねハンギョドンの当たりくじ毎回ねちょっと変わったものラインナップされてるんでめっちゃ楽しみです。今回のラインナップがジョイショーこんな感じ。1番センサー付きダストボックス、こちら2本、急にねフォルム関係ないやつ来ました。まあでもセンサーで蓋が開くダストボックスということでめちゃくちゃハイテクな商品だしてきたね。続いて2番手を入れられるクッション、こちら2本。さあこちらね冬には助かる手を入れられるクッション。続いて3番ショルダーバッグ、こちら4本、口のところがチャックになっているね、可愛いデザインとなっております。続いてラストスペシャル賞含む解消、こちら4番シリコンチャーム、こちら10本。5番ペンポーチ、こちら10本。6番クリップボード&メモ、こちらも10本。7番トレイ、こちら10本。8番ハンドタオルセット、こちら10本。9番マットのブルー、こちら6本。そして10番マットのイエロー、こちらが6本。そして最後ラストスペシャル賞、ぬいぐるみリュック、こちらポケットになっている可愛い仕様となっております。はい、といった感じで以上がラインナップとなるんですけども、今回僕が狙っていくもの、1番センサー式ダストボックス、まあ、これはねただ単に気になる、まあ、おそらくね今後のサンリオくじでももしかしたら出てくるんじゃないかなということで一回ね手に入れて見てみたい。あと気になってるのがねトレイ、あとはねハンドタオルセットあたり、こちら狙っていきたいと思います。引く回数はサンリオくじなのでいつも通り5回プラスアルファでやっていこうと思ってます。果たしてね今年最初のサンリオくじどんな結果になるのか、発売日当日気合入れて引いていきたいと思います。おはようございます、朝です。車が行ってしまって今回のくじ引きからしばらくは自転車での移動になります。めっちゃ寒い。しかもねハンギョドンのくじはちょっとだけ取り扱い店舗が少なめなので結構ね遠くまで行かないといけないです。とりあえずコンビニにまだ売ってるかわからないんですけど行ってみたいと思います。ちなみに今から行く店舗はあのタキシードサムのくじを引いたお店になります。あの面白いおっちゃんがねもしかしたらいるんじゃないかと。ありました。ぬいぐるみ、ありがとうございました。あ、そうなんですね。ちょっとだけ期待して向かってます。
で戻ってまいりました。朝からの自転車マジ地獄。はい、というわけでね、早速ねゲットしてきたものなんですけど、まあ、今回5種類しかないからねすぐ終わっちゃうかもしれない。とりあえずね1個ずつ見ていきたいと思います。はい、まず4番のシリコンチャーム、超可愛いサイズじゃない。はい、シリコンチャームこんな感じです。僕が想像してたよりはちょっとちっちゃかったんですけど、まあこの大きさも別にありかなーなんて思いました。で、上がね星型のナス缶、可愛いね。でシリコンでしっかりね口とか立体的になっていて、後ろこんな感じ。使い道はね限られると思うんですけども、全然実用的でね可愛いアイテムなんじゃないかなと思います。はい、続いて2つ目、テンポーチ。はい、テンポーチ開封しました。ピースしているハンギョドン、しっかりヒレの部分がね、はい、ポーチにくっついていると。で、後ろは、はい、サユリちゃんがしっかりプリントされております。で、上の部分が開いて中がこんな感じです。ポケットとかは特になしかな。これこそなんか口がねチャックとかでパカって開いたらね面白いんじゃないかなと思った、そんな感じのポーチでした。はい、続いてね、クリップボード&メモ。はい、こちらクリップボード&メモ、僕は嬉しいですよ。三緑寺でねやっと消耗品がラインナップされた。そう、メモ帳とかさ、付箋とかマスキングテープってね結構活躍する場面が多くて、個人的にはねこういう雑貨大歓迎です。Your employees work from anywhere, and so should your security. Cisco Umbrella delivers...大歓迎です。ちょっと薄いけどね。そしてクリップボードね。クリップボードとかもね、あの小学校の校外学習の時とかにね、こうやって首から下げてた以来ぐらい久々になんか手にした気がする。これは下敷きとしてはかなり使えるんじゃないかなと思います。クラッカーは特に印刷となしでした。はい、続いてが7番のトレイ。はい、こちらがトレイとなっておりますが、はい、四隅にね、ボタンがあると思うんですけど、このボタン全部止めてみます。はい、ということでね、こんな感じで、トレイになるんですよ。これ結構良くない？使わない時にね、これが真っ平らになるの、場所を取らなくて、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいポイントです。まあ、それにしてもこの顔面のインパクトやばいね。この顔面のインパクトで、ちょっとあの、加工されちゃった生き物感がね、なんとも言えないんですけど、なんかハンギョドンだからすごい合ってる感が、個人的にいいかなと思いました。多分これ他のキャラでやってもね、受けない気がする。今回ゲットしたものの中ではね、ナンバーワンのトレイでした。あ、そして最後ね、タオルセット。はい、1枚目がこちら。でかくない？このタオル。30センチ以上ある。こちらプラモデル風のイラストになっててね、めちゃくちゃ可愛い。こういうなんかね、変わったコンセプト、個人的に好きなんですよね。いつだったかな、ちょっと先なんですけど、クロミちゃんのねネオンみたいなやつが出るんですよ。あれめちゃくちゃ楽しみにしてます。そしてもう一種類黄色、はい、こちらもいろんな小物がついていて、はい、ハンギョドンとサユリちゃんがいるような仕様となっております。いや、毎回ねサンリオくじはもう個人的にタオルはもう外れじゃない、むしろ中あたりだぐらいに思ってるんでね、めちゃくちゃ嬉しいタオルでした。はい、というわけで今回はねサンリオ当たりくじハンギョドン引いてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、今年一発目ということで、ジョイショーは残念ながらね引けなかったんですけども、まあ、僕の推しキャラがいるね来週の当たりくじ、まあ、きっとあっちにね引き運取ってあるんだと思います。また来週ねリベンジするんで楽しみにしててください。こちらのハンギョドンの当たりくじ1回800円、全国のサンリオショップコンビニ等で引くことができます。気になる方ね、ぜひチェックしてみてください。はい、今後もサンリオくじはもちろんいろんなくじ動画、グッズ開封動画とアップしていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。私カイゼリンに答えなくちゃいけないんです。力が全てではないのだとしたら何を信じればいいのか、その答えを。広がるスカイプリキュア、キュアスカイと最強の力。オーケー、ウェニー、ケンマー、ナコラノ。